はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、まあこれ見てもらえばわかるかと思うんですけど、オールマイトの今服を着ております。で、まあ僕ね、一応緑なのでデク君ということにさせていただいて、デク君からオールマイトになって、ヴィランを壊滅させるという今回はサバイバルやっていきたいと思います。で、もうサバイバルモードにしちゃって大丈夫だね。はい。あとまあ、いつものようにちょっと暗視だけつけさせていただくんですけど、まあ一応ちょっとつけながら説明するんですが、現在僕が、持っているもの、こちら、はい、オールマイトの髪の毛あります。ちょっとしょっぱいという噂の、このオールマイトの髪の毛なんですけど、これを現在僕今無個性になってるんですよ。無個性の状態で食べると、なんと、いきます。はい。このようにオールマイトの技が使えますと。で、このね、エアフォース、マンチェスタースマッシュ、100万%デラウェアです。まあまあデトロイトスマッシュでいいかな。デトロイトスマッシュを打つためには、このワンフォーオールフルカウル 20%、 これを使わないといけないんです。で、これを使うと、攻撃力も上がります。はい。で、一時的に全ての攻撃、あの移動速度も上がります。で、攻撃力もこのように、素手だけど豚をワンパンすることができるぐらい強くなります。 でも効果時間は20秒ぐらいですね。20秒ぐらいの間に、これが切れてしまって、もう一回まあすればできますので、でこの、20秒間の間だけこのようにエアフォースとか、まあでもこれね、なんかあの敵対モブじゃないとこのエアフォース当たんないみたいなので、ヴィランとかしか当たんないのかな。うん、こういう感じでエアフォースとか、マンチェスタースマッシュ、まあ、これもあの当たる、なんか、大丈夫、これ、おお、びっくりした、何にもエフェクト出なかったから今、あのちょうどこの 20% が今終わったと思ってさ、落下したかと思った、ただので 100%、デトロイトスマッシュ、これはあの自分の体力をかなり自分でえぐってしまう代わりに強い攻撃が出せます。で、さらにこの、お、ブロール、やったブロール、まあいいや、ちょっと大間さんにやるのやだな。まあ通常のね、まだこれ時間移動経過終わったと。で、通常攻撃もあります。このように普通のパンチ、これも一応あのちょっと打っちゃおうか、多分一発でやられないでしょ、このように。ああー、なるほど、これも敵しかダメなんだ。これはこれフルカウルを 20% 使ってなくとも打てる技ですね。まあ、使ったら多分もっと火力上がるんじゃないのかなと思うんだけど。はい。で、これで今回、ヴィランを倒していきたいんですけど、ですね、進捗、こちら。ヴィランを倒そう。君はヒーローに、わお。君はヒーローになれるってのがあるんですよ。この、おそらくなんですけど、ヴィランを倒せば、進捗が上がってくんじゃないかな、こうやって。わかんないけどね。ちょっとまだここわかんないので、ちょっとヴィランを倒してみたいと思います。まあヴィラン強いんだけどね。で、こっちはヴィランになった、君はヴィランだ。おそらくこれヒーローを倒せばヴィランになるのかなね。どうしよう、内通者みたいな感じになるのも、ネタ、まあ、絶対言えないですけどね、その例のね、あのすごい話題になった、コメント欄でも皆さん書いちゃダメですよ。そんな感じになるのかな、うん、君はヴィランだと。でもまあ今回はこちら、君はヒーローになれる、こっちをちょっとね、だからヴィランを倒したいんだよね。で、あとなんかね、これちょっとやってて気づいたんですけど、ある程度走るとね、なんかね、瞬速トレーニングみたいな感じでいっぱい移動するっていう進捗が達成されて、あの移動速度が速くなったりします。だからこれ多分ヒロアカもっと特有だと思うので、いっぱいこうやって敵を殴ったりしてると、多分なんかそういうとか、あと木を掘ったりとかさ、石のピッケルとかで掘ってると、なんかその進捗達成されるんじゃないかな、そういうのもあるので、ちょっとね、一回全部進捗確認するのもありだけどね。そのコマンドで、別のワールドでコマンドで全部その進捗達成っていうコマンドを使って、どんな進捗があるのかっていうのをちょっと見てみるのもありな気がするんで、あ、こんな進捗あるんだなって確認しておくのもいいと思うんだけど、まあ、とりあえずご飯いただきましょうか。で、まあ、特にね、このフルカウル 20%、 これを使うことが本当に多いと思う。基本戦闘はやっぱりこれ移動速度上昇3、さらに攻撃力上昇3ということで、攻撃力上昇3ってかなり強いよね。これ結構な攻撃力になってると思うから、これにまあそのこの通常攻撃とか、
まあ、技を駆使してヴィランに勝てるかな。まあ一応オールマイトの装備だから、うん、何、まあ頭装備ぐらいはちゃんとつけた。あー鉄、あー鉄、待って、チェストプレートの方がいいんじゃないか説。プラス6でしょ、プラス、あーよかった、鉄プレート、でも鉄プレートと一緒か。あでも鉄3つはいいね、鉄ブロックが手に、あ鉄ピッケル作れるからそれはありがたいわ。とりあえずじゃあ夜までちょっと準備しましょうか。まあ一応サバイバルだからどれだけ長い戦いになるかわかんないから、こういうのももらっときましょう。でマグマとかもさ、ヴィランに効いたりするかな。少なくともさ、マグマ使えばその足がその場でとどまってダメージ食らい続けるじゃないですか。マグマも持ってくのありな気がするんだよな、バケツ作って、でヴィラン相手にマグマを流し込む。やだな、こんなヒーローやだな。マグマ、あこれさ、いや怖いな、いやでも近くだからいいよね、大丈夫かな、やるか、ちょっと、あでもダメだ、当たんないのかこれ、当たんないね、ほら10ダメージ、痛い、ごめん、すまない、ごめんなさい、やばい、こちらを見ている、しかし私は鉄が欲しいでごじゃるよ。さあ来るのです、わっ待て、へい、よし、いやでもかなりこれ攻撃力あるよね、アイアンゴーレムにダメージ10与えるってことは、多分素手の状態で鉄剣ぐらいはあるのかな、だからこれに鉄の剣をむしろ持ったら強いか、鉄の斧、なんかこのバージョンだと鉄の斧の方がいいのかな、でも攻撃頻度とか考え、いや鉄の斧でいこう、攻撃力重視でいこう、攻撃力9、あれ鉄剣の方が良かったんだっけ。確か石の斧とそんなになんか攻撃力変わんなかった気がするな、鉄の斧って、まあいっか、これでかなり攻撃力が上がると思う、これで、うん、うわあちょっとこれ鉄の斧持ってアイアンゴーレムに挑めばよかったかも。何？なんか今青いの見えたよね、なんか青いのファーンって言って、ん？なんだ、ハガクレちゃんか今の、あの超顔が可愛いと噂の、え？なんか今下に多分いるよこれ、え？怖い怖い、あー待って、ゴーレムいるじゃん、ちょっと試してみようよ、アイゴで、まさかアイアンゴーレムと戦うことになるとかな、正々堂々やろうか、一発？あ、20！あい！これいいよ、来るのだ。怖い！怖い。あ、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 終わりだ！よし！怖い怖い怖い！あー、そして夜になってきた。ヴィラン来るぞ、ヴィラン。いや、これ誰になら勝てる、ヴィラン。ちゃんと装備整えてからの方がいいのか、いやでももうオールマイトつけてるからちゃんとした装備のはず、やってみるか、ちょっとヴィランと戦ってみよう、あ誰かいる、ちょっと待って、常に 20% やっとくか、常に 20% になっとこう、誰だ、誰かいた、誰かいたぞ、ん、あれいない、あーミルコー味方だよね、え、ちょっと、え、味方だよね、味方ですよね、ミルコさん、ミルコさん、ちょっと魔女子さんみたいになってるから、ちょっとトンボみたいになってんだけど僕、ちょっと待って魔女子さん、ギャーッ、全員が敵、え、ヒーローって味方じゃないの、まだどっちも所属してないからってこと？それきついべや。ちょっと待ってくれ。これそれきついて。ちょっと待って。もっとさ、もっと誰だ？誰だ？あの、あー出た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 。オッケーオッケー。トレーニング達成。ちょ、ミネタいねえか、ミネタ。でも、ハガクレちゃんとか、え、強いのかな？いや、ハガクレちゃんだったら勝てるんかね？
スズラン舐めんな、スズラン舐めんなよ、おら、やってやるって。え、何、ちょっと待って、怖い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 で、待って、なんで、なんて一撃でやられた、待って、怖いよ本当に、こ、何、君もうどっか行ってよ。オールマイトだ。オールマイトは攻撃しないでしょう。我らがヒーローよ。むしろ私あなたの髪の毛食べたからね。いや、オールマイトは私たちの希望だ。オールマイト大変だったんだよ、聞いてくれよ。すごい強い敵、なんかね、一撃でやられて、オールマイトー